2023年11月21日、本日のお出かけ。からはコンパクトカメラでの撮影になります。手ぶれする場面多々ありますが、ご了承願います。コンパクトカメラのズームで撮ってはいますが、結構近くまでダイヤモンドプリンセス来ていますね。今日は平日だからか、見学者少ないですね。以前の動画でもダイヤモンド、プリンセスの概要を説明しましたが、アメリカ合衆国に本拠地があるカーニバル・コーポレーションの傘下のプリンセスクルーズ社が運航しているクルーズ客船です。客室総数337室、そのうち 72% の960室が窓が外に面している部屋、いわゆるオーシャンビューであり、 56% の748室には専用バルコニーを備え、バリアフリーに配慮した客室が29室あります。レストランは乗客の好みに応じるため7つあり、24時間営業のものもあるそうです。環境規制の厳しいアラスカ湾でも運航するためにガスタービン発電機も設置し、また最新鋭の排水処理システムも採用しています。日本の三菱重工業中崎造船所で建造された最大の客船として2004年にデビューしました。総トン数115,875トン、全長約290m、全幅 37.5m、 高さ 54m、旅客定員2706名、乗組員1238名です。今自分からどれ離れているんだろうか。時間かかるため、ちょっと早送りします。早送りしてるわけ、手ぶれ大きくなっています。ごめんなさい。このような撮影するとき用に大きい三脚欲しいって思うんだよね。今思えばだけど、ゴリラポット持っているんだから使えばよかったって後悔しています。そうすればかなり手ぶれ軽減されたのにな。こんな撮影する時用なんだけどね、足場の悪い場所に設置する
京都のゴリラポップですからね。マジ撮影下手だね。本来ならばカット割りすれば良いのでしょうけど、不当に入るところを見せたいのでこのまま再生続けます。5倍速で3分ほどですが、実際は20分以上撮影しています。まだ近くには来てないけど、やっぱりでかいな。本当に手ぶれ多くってすみません。手ぶれで見えづらいの分かってはいますが、もうちょっと早送りさせていただきます。これでも頑張って撮影してますからね。動画のファイルチェンジします。ファイル切り替わりました。かなり近くまで来たみたい。この後、ふ頭に向かってするんだな。本当に一般開放しないって残念だよな。警備の問題か、停泊する際の契約の問題なのかわからないけど、こんな立派で大きな船間近で見れないってなんか、そう。手ぶれ毎回すみません。そういえば、4月にも酒田港に寄港したんだけど、その時って一般開放したのかな？ 4 月に一般開放して、今回っていうか11月に一般開放しなかった。なんか嫌だな。まあ、庄内町町民がぶりゃいても仕方ないけどね。ちょうど木々の間に隠れてしまったな。私有地の木々折ったりしたら悪いしね。言いますが、手ぶれすみません。ちょっと早送りします。本当にゴリラポット使えばよかったな。まあ、ダイヤモンド、プリンセスの大きさが伝われば自分的に OK です。全体のシルエットが見えてきましたね。すみません、カメラのバッテリー切れなので交換します。大変失礼いたしました。ダイヤモンド、プリンセスを見るのは11月3日以来って先ほど述べましたけど、
やっぱり近くで見ると大きいですね。こんな大きい船みなに見てもらいたいって思わないんでしょうかね。今あの船に乗客何人いるんだろうかね。11月3日の時は200人が降り立って市内観光とかに向かったって地元新聞紙で言ってたな。乗船してる人全員降り立つ必要はないからね。一般開放しない酒田市を恨んじゃいますね。笑い。歓迎セレモニーで花笠踊りの演舞とかするのかな。そういうのを見たいんだよね。動画撮っている一動画撮影者として朝の4時起きして待っているんだからね。アングル的に前回の11月3日の時と同じなんだよな。まあ手ぶれはしますけど、のんびり船を眺めるのもまた良いものですね。前回見た時ってタグボート並走してたっけかな。前回はダイヤモンドプリンセスの大きさに圧倒されて着付けかなかったな。さすがに今は低速で走行してるだろうけど、ダイヤモンドプリンセスの航海速度22ノットって約 40km/h だそうです。船舶のこと詳しくないけど、22ノットって速い部類になるのかな。客室のランクにもよるだろうけど、1部屋220アメリカドルだそうです。安いランクでも100アメリカドルだそうです。お金と時間に余裕ある人しか挑戦できませんね。1泊2日コースとかないのかしらね。それだったら安く済みそうだと思うんだけどね。例えば横浜港から神戸港までとかね。それくらいだったら頑張れば料金出せそうな気がするな。まあそれだったら日本海フェリーとかで乗船って感じかな。小学生の時、日本丸に乗って小笠原諸島の父島に行ったことあるけど、それ以降は遊覧観光船しか乗ったことないからな。
ビ局のツアー企画的なやつに挑戦したって感じです。自分が乗船した時は小笠原諸島の父島だったけど、次の回からなぜかグアムサイパンになったんだって。当時の友達誘ってグアムサイパンに行きたかったけど、その時中学2年の春休みだってかな、みな忙しくて断られたってな。同じ日本丸に乗船した当時の友達は今何してるのかな。もう昔すぎて名前とも忘れちゃったけどね。あれから約40年の月日が経ったんだよな。そろそろ見えなくなる頃かな。早送りとかしたけど、最初から当時ビビタって人っているのかな。普通に見たら約30分も動画撮影してたからね。まで見てくれた人ありがとうございました。これでダイヤモンドプリンセスの撮影終わります。